常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まります。久しぶりですね、常年さん。このスタジオで以前はやってたんですよ、1年前、はい。1年前までは。そうです。ねえ、こうやって、はい。そういうことです。ねえ、復活です。今日のゲストは、地獄から復活した、寺島直政さんでーす。おー、すいません。来ましたよ。この文化放送、パワハラ労働地獄から解放されまして、いやいや、1時間減りましたね。そうなんですよ。ね、短縮されてね。そうです。5時から8時までになりまして。はい。はい、で、私がこのままエンディングということなんで、あ、これ、YouTube 撮るようになった。ちょっと待っていただいてね。ちょっと待って、ね。ちょっと待っていただいて、ちょっと お話をしていただいて。はい、そうですね。はい。ということですか。そういうことですね。喋る量は変わってないんですけど、拘束時間が30分増える、ね。そうですね、ちょっと拘束時間、ね。この労働生産性の悪化を招いたこの番組の。そう言われちゃうと身も蓋もないんですけども、まあね、もう常年さんには長くいていただきたいというこの文化放送をはじめですね、そうですね、リスナーからの。あり地獄ですね、文化放送ね。いやいや、一度関わったら簡単に足抜けで、ね、逃げられないということで、そうです。いや、今日も最後までやらせていただいて、いや、でも逆にこれ再編になったおかげでこのね、アフターテラちゃん復活、これ毎回ね、はい、常年さんさえよろしければ、はい、こういう風にこのね、アフターテラちゃん、ね、お話ができるたら僕は嬉しいですよ。いや、でもこれね、今までこう7時半に終わってたんでね、いろいろ7時半から予定入れてたのが、もうちょっとまず30分ずれちゃったんでね、そんな7時半から入れてないでしょ。常年さん入れてない。7時半までだっていたんだから。ラッキーなことに、このね、あのアマチュアの文化放送の近くにうちの事務所があるん で、 そうですよ。事務所行ってただけなんですけど、ね、そう事務所行く時間が30分遅れるだけなんですけど ね、 いやでも本当にあのね、あの番組再編成ででも続いてよかったですね。いや、ありがとうございます。打ち切りにならなくてよかったな。常連さんはじめコメンテーターの皆さんのおかげでね。そうですね、いやいや、もう本当頑張ってますよ俺たちも。いや、ね、思わずそうですねって言っちゃいましたけど、俺たちの頑張りのおかげで暑かったみたいな感じですけど、ね、まあ、今日もね、あのいろんなニュースがありましたけれども、ありました。あのちょっとできなかったのがね、太陽光、はい、これね、これね、ちょっとあの時間なくてできなかったんですけど、はい、なんか大変ですね。そうですね、なんかむちゃくちゃな工事やってるということで、愛知県の南知多町というところですか、はい、これで、その業者がですね、はい、この太陽光発電の施設の建設進めてて、で住民の土地でこの勝手に木を切っちゃったりとか、そうなんです、道路壊しちゃったりと か、 だか自分のこの発電のパネルつけたいために、もういや取っちゃ取っちゃみたいなね、めちゃくちゃやってるとか、ロシア軍みたいなことやってる。いや、そうですね。いうことで、そうです。で、住民たちは抗議をしたということなんですけど、はい、で、はい、一回この業者もですね、反対運動を受けて、はい、計画一旦白紙に戻したんです。一旦撤退するとプーチンみたいなこと言ったんです。そうなんです。ただ、はい、あの撤退したんだけど、じゃあ撤退した後にほら、はい、あのウクライナだってキーウなんかもタンクだとか、もう荒廃してますよね。破壊されて、荒らされた土地、はい、失った緑、はい、問題残されたまんまっていう。本当ですよね。ね、まあさすがに死体が転がってるとかいうことはなかったんですけど。そ, ね、そこまでね、乱暴狼藉はしてないですけど、ロシア軍ですよ、ほとんど。木はだから、木投げ倒して、道路ぶっ壊して、はい、やめますっつって、撤退しましたと。それで許されるのかね、めちゃくちゃやってますよ、これ。土地がおよそ8万平方メートル、この工事業者が購入したということなんですけどもね、はい、まあ、比較的この日照時間も長くて、土地も安かったから、開発が行われてきたんだけれどもというところなんですね。なるほどね。でも人の土地までそのね、越境攻撃してたわけでしょ、で放置して撤退しましたと、はい、許されないです。本当ですよね。めちゃくちゃですね。まあでも太陽光発電がね、まだ儲かるんですかね。だいぶあのフィットの補助金も減らされてね、はい、前ほどは儲からなくなったとは言われてるんですけど、まだ作ってるということですかね。なんですね、これね、はい、で業者が設置を計画した施設一つあたりの発電出量は、はい、届出が必要な10キロワットをわずかに下回る。なるほど。9キロワット。なるほどね。だからまあギリギリのところでなんか買いくぐってたみたいな、あ、そういうことみたいですね、これね。なるほどね。それでめちゃくちゃやってた。そうなんですね。だから10キロワット以上の発電出力があると届け出なきゃいけないところを、はい、まあ、9.9 みたいな。なるほど。セーフ、ギリギリセーフと。いやー、網の目買いくぐったみたいな感じですよね。悪質な業者なのかもしれませんね。もしかしたらね。まあロシア軍みたいなことをやっているということでね、いやこれひでえニュースだなと思ったんですけどね。はい、まあ、時間がなくてできなかったんですが、はい、これ結構実はあのウクライナ情勢とかね、まあ、あの結構関係しまして、ロシアの制裁とかもね、はい、まあ、要はあの、ね、ガスへの依存をねちょっと減らした方がいいんじゃないかということでね、はい、まあ、ここで本当はカーボンニュートラルでね太陽光の出番なんですけど、まあ、今日のこの
お天気でお分かりの通りですね、電気が必要な時ってあんまり太陽出ない時なんですよ。そうなんですね。だって寒かったり寒かったり太陽が曇ってたりして、ね、暑い時はまあクーラーとか必要ですけど、はい、そうじゃない時はね、そうじゃない時は、まあ、だいたいまあ冬の場合はですね、曇ってる時に電力需要がバーンって増えるので、はい、寒い時ってまあ基本的に曇ってますから、ね、そういうことですよね、はい、そうするとこう曇ってる時ってもう全然発電しないわけですよ太陽光、どうすんのと、仕方ないから火力たくでしょ、はい、またガスがいりますということで、ね、まあ、いろいろこうロシアにせっかく制裁やってんのにサハリン2からね、はい、まだガスを買い続けるんですかみたいな、こういう話になっちゃうわけですよね、でなんかバルト三国がね、もうロシアからガス買うのやめると、隣の国なんですよ、もうガス買わねえと、で他の国ももう皆さん買うのやめてくださいっていうことを言ってるらしいんですよ、まあ、バルト三国なんてもう深刻ですよね、ロシア隣にあるからいつ来てもおかしくないと、はい、実はねウクライナと同じような脅しを受けてたのね、エストニアとかね、結構受けてて、でも本当に彼らにとって危機感があるので、もうとにかくロシアを弱体化させてね、今の体制を崩壊させないと、もう我々の本当身が危ないんですと、皆さん協力してくださいって言ってんのに日本はこんなのんきなことやってる。ねえ、今やんなきゃいけないのはね、やっぱり原発の再稼働だと私は思うんですよね。でもね、岸田内閣はね、はい、まあ、おそらくこの参院選前にそういうリスクは取ってこないだろうなと、当たらず触らずみたいな感じですよね。で困ったところだけこう応急処置っていう感じなんですね。そうです、はい、言われたら動く、はい、受け身の姿勢ですね、動かざること山のごとし、な感じかなと思うんですよね、あれ、はい、なんか音が鳴ってる、音止めて、音止めて、音止めてください、音止めて、音、音、こっから出ちゃってるけど、今謝ってます向こうの人が、はい、音出たじゃないですか、もう訴えてやるみたいな正確にいいところだった、そうだから原発再稼働しなきゃいけないんですけど、岸氏がですね、まあ、受け身なんで、おそらく参院選終わるまでやらないだろうなと、で逆にでも参院選終わって長期政権になったらやるのかっていうと、はい、まあ、どうかな、まあ、やるとは思うんですけど、ただ問題はね、はい、増税まで一緒にやっちゃいそうなんですよね、はい、だから今大盤振る舞いは結構なんですけど、まあ、景気の腰を折るようなね、ちょっと増税は勘弁してほしいし、まあ、国民生活のことね、燃油代高騰でね、補助金がとか言って今日ももう散々ニュースやってたじゃないですか、はい、まあ、あれやるのいいんですけど、ちょっとね、もうちょっと根本的な、何のためにこのね、はい、我々がこの、まあ、まあ、燃油代のね、高騰に苦しんでるかっていう、その根本問題考えてもらわないと、ロシアが倒れちゃえば逆にもうこれやめていいわけじゃないですか、はい、ですよね。でそのためにもやっぱりね、原発の再稼働というリスクを取って、で今まで 25% 原発で賄ってたんですよ、はい、電力、すごいでしょ、今だって火力が6割だか7割ぐらいでしょ、はい、でそのうち 25% ですから、もう半分近く減らせるわけですよね、で浮いた燃料を、まあ、燃料とかガスを、まあ、ヨーロッパに回すとか広島ガスに回すとかね、あそうだ広島ガスがだって困ってますから、ね、サハリン2のガスをあれでしょ、なんか 50% 使ってるでしょ、だから原発動かして浮いたそのね、他のまあ電力会社ね、買ってるやつをちょっと融通してもらうとかして、広島ガス問題も解決して、原発動かせばね、全部丸く収まるのになんでやんねえんだろうと思うんですよね、まあだからヨーロッパの動きなんか見てるとね、あのドイツですらもう一回考えようじゃないかって機運が出てきてるわけで、もちろんね、その安全なところを確保して、その危険ももちろんあるわけだから、そこもしっかりリスクとリターンですからね、そうですね、対処して、はい、それで進んでいけばいいと思うんですけど、ね、そうですね、まあでも今回本当緊急的な措置なんでね、石川和夫さんなんか言ってますけれども、やっぱりあれですよ、運転しながら審査するというね、やり方もあるらしいので、そうなんですね、まあ、運転しながら審査でも、もう、まあ、結構ちゃんと対策してるんで、大丈夫ですよ、はい、なので、まあ、やってですね、まあ、まあ、とにかくそのガスの輸入を減らすということをですね、やっぱり念頭に置いて、まあ、ロシアのガスを切るぐらいのつもりでやることが、やっぱ日本のまあ国際貢献ね、非常に大きくこうアピールできるチャンスだと思うんで、そのためにはね、ある程度リスク取らないと難しいんじゃないかなと、はい、でドイツはね、一応ね、ロシアからのね、ガスを買うのはね、2年半かけてゼロにするって一応宣言したんですよ、はい、で今年中に半減させるとか言ってるので、これ日本うかうかしてると、またドイツがね、あんだけロシア応援してたドイツが手のひら返して、我々やってますと、日本は遅れてるみたいなので、上から目線あいつらやってくるんで、腹立つんでね、絶対日本が先に行くべきだと私は思うんですけど、まあどうかなと、まあで、その陰でね、こんな太陽光の業者がですね、ロシア軍のような乱暴狼藉をやってるという、そのまあ現実ですよ ね、こういうトラブルがあるんですもん ね、困ったもんだなと思うんですけどね、これ結局最後どうなるんですか、これですね、一応町が業者に対して壊れたこの町道の復旧とかを指示はしてるんですけども、まあ、一度始まったこの工事自体を強制的に止められないのも現状だ、だから
え、これじゃやっちゃったんですやっちゃったんですって言ったら直せよって言ってんだけど終わりなんですか。いやちょっとやっちゃったんでみたいなことのようなんですよね、なるほどね、まあ、あの熱海のね、はい、あの土砂崩れの時も、はい、結局何にもできなかったですよね行政はね。ね、であとあれはもう結構ちょっとね、はい、あのまあ言うとあれですけど、あの問題が D で始まるあの問題が絡んでいたんじゃないかと、はい、とも言われているので、まあ、なかなか難しいところあるのかもしれないですけど、まあ、こういうのも含めてね、ちょっとこうエネルギー行政なんかちょっとこうブレてる、はい、うん、なんか口では太陽光再生可能エネルギーって言ってますけど、まあ、現実にはできないと、で現実にはできないから間を原子力でつなぎましょうって話で、これ与野党とも一致してるんですよ、はい、ね、あのいいよ出す原発結構だけど、でもその新しいその再生可能エネルギーでね、はい、ちゃんとそのまあエコシステムね、このね、あの電力供給のね、はい、エコシステム完成するまではね、原子力で、間をつなぎましょうと言ってるのに、なんかもうあの強情的にね、あの即ゼロにしろとかね、立憲民主党ブレたりとか、いろいろ起こってますよね。でそのせいであのまあ原発系の労働組合の方が結構いっぱい入っている、まああの旧、民社系のね、まああのいわゆるジャムって言われるね、産業系の労働組合なんかは、まあ立憲民主党に対して非常にネガティブで、で、あの次の参院選もね、あのデフォルトでお前ら応援するってことはないよというようなことを言ったりしますよね。連合と結構仲悪くなってますけれども、まあ、こうエネルギー政策をめぐってもですね、やっぱりこういろんな対立軸があると、はい、いうことでですね、まあここは岸田政権ね、まあ、頑張ってという言い方あれですけど、リスクを取って、ね、はい、もうたまにはね、自分の方からやっぱ菅さんみたいにね、反発を恐れずやっぱりやらないと、はい、あの言われたまんまね、御用聞きみたいなやってるのは政治じゃないですから、そうですね、ね、そこちゃんとやってほしいなと思うんですけど、参院選前無理かな。まあではね、原発再稼働を争点に最善に参院選戦うみたいなこと、いや、それやったらね、ね、あと消費税減税、消費税減税、はい、もうみんな応援すると思いますよ、岸田のこと、ね、ね、国民を信じろと、豪族ばっかり信じてないでね、はい、国民ももうちょっと信じてもらわないと、これ民主主義おかしくなんじゃないかなと、ね、いう気がしますね、はい、まあ、そんな中ロシア軍のような太陽光悪質業者がバッコしているという、ね、恐ろしい現実があるということでございます、はいはい、ということで寺島さん、これからじゃあ毎週レギュラーで、レギュラーでこのね、情念司ちゃんの復活ということで、よろしくお願いいたします。アスタテラちゃん復活で、ね、はい、もうぜひまたね、よろしくお願いいたします。思います。はい、ということで今日の内容ね、面白かったなと思う人はね、ぜひね、高評価のボタンとね、チャンネル登録をね、お願いいたします。それからね、寺島さんへのね、はい、温かいメッセージ、ね、よろしくお願いします。ぜひね、はい、皆さんね、あの書いていただけるコメント欄ね、嬉しいと思います、はい。割と読んでるそうですんでね。読んでますよ。はい、温かいメッセージをお願いしますね。すはい、心ちょっと折れやすいんで、ね、温かめの、はい、もうガラスの心ですからね。そうですそうです、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ガオー。